2019年4月入社、サプリメント事業部管理栄養士の堀夏実です。ある時Bレジェンドプロテインの一杯飲んどコーラ風味っていう商品を知って、そのアイデア力とかプロテインに遊び心があるっていうところと新商品を出すスピード感に惹かれてこの会社を選びました。明るい人がとても多くて、だけども上下関係はしっかりありながらもこうスタッフ同士が仲いいっていうところがリアルスタイルのいいところじゃないかなと思います。主に、発注在庫管理と、あと SNS とメールマガジンの投稿と、休日は営業で支援会に行ったりとか、あとはスポルテックとか大きいイベントの企画も一部携わらせていただいてます。まず朝出社したら朝一でプロテインを飲みます。でその後、今日取り掛かるタスクを整理して在庫のチェックをします。商品の出方だったりとかを毎朝チェックして、次のキャンペーンの企画に使ったりとか提案にの材料として集めたりします。その後は、お客様から の質問、お電話での質問を受けたりとか、あと SNS のコメントとかもチェックしてます。午前中はそういう流れで過ごした後に、スタッフみんなで、同じ部屋でお昼を食べています。そこでのコミュニケーションの時間も非常に大切にしています。で午後は、ミーティングが入ることが多いんですけど、ミーティングでは具体的に、新商品のフレーバー名をスタッフみんなで話し合ったり、次のキャンペーンはどういうことをしようかと企画したりとか、1年目であっても、商品の開発に携わることができるというのも、リアルスタイルの魅力ではないかなと思います。で、3時ぐらいにおやつのプロテインを飲ん で夕方は SNS の情報をチェックしたりとか、メールマガジンの記事を書いたりとか、そういう時間に使っています。で、6時できっかり退社をして、退社後はジムに行ったりとか、読書をしたりとか、自分のスキルアップの時間に使っています。SNS のチェックをこまめにしてるんですけど、一番嬉しかったのは、SNS のプレゼントキャンペーンを行った時に、お一人様ずつ手書きのメッセージを入れてお送りしたんですけど、その時の反応、わざわざ手書きのメッセージを入れてくれたって喜んでくださってるお客様の反応だったりとか投稿を見て、個数が多かったので大変ではあったんですけど、やってよかったなと思いました。学生の時から、スポーツ業界に関心があったので、毎年お客としてスポルテックに参加してたんですけど、リアルスタイルに入社した、1年目の段階で主催者側としてスポルテックに参加することができて、お客様のBレジェンド愛を直接感じられたのと、あとその入社してすぐのイベントではあったんですけど、そこで の働きを評価していただけて、秋のスポルテックウエストだったりとか今年度のスポルテックでも主要メンバーとして企画に携わらせていただけているので、それはやりがいを感じたし、非常に嬉しかった経験です。新入社員1年目でも主要な業務に携わらせていただけたりとか、自分発信でいろいろなことにチャレンジさせてもらえる環境が、まさか1年目でここまでさせてもらえると思っていなかったので驚きました。社会人になったら自分の時間で減ってしまうんじゃないかなと思ってたんですけど、リアルスタイルは、残業がほとんどない会社なので、もう6時きっかりに退社した後はその後の時間を自分のスキルアップだったりとかトレーニングの時間に充てることができるっていう、この環境に、入社前に思い描いていた社会人の生活とは全然違ったので、そこに一番ギャップというか、いい意味でのギャップがありました。私は管理栄養士の、知識を持ってリアルスタイルに入社したんですけど、その今持っている自分の知識では全然通用しないということを痛感しました。
なので、リアルスタイルは読書を推奨している会社なんですけども、まあ、苦手だった読書も会社に入ったことをきっかけに習慣にすることができましたし、あとはその最新の、まあ、スポーツサプリメントの情報だったりとか、お客様に伝えるための材料としていろんなセミナーを受けに行ったりもしました。そうやって少しずつ入社した後に学んだことが実際お客様とお話しする中で生きてきたりとか、プロテインを取ることの、メリットだったりとか、そういったところを伝えることができた時にこうやりがいを感じましたし、自分のやったことは無駄じゃなかったんだなって感じることができたと思います。夢だったスポーツ業界で働けていることがもう嬉しいのと、あと、リアルスタイルは常に成長と、チャレンジをし続けている会社なので、そういった向上心のあるスタッフの方に囲まれて日々自分の成長も実感しながら働けていることにすごく幸せだなと感じています。なので私はリアルスタイルに入社できたことは運命だったなと思っています。もっともっとBレジェンドプロテインの認知を広めて、ゆくゆくは、Bレジェンド直営店を構えたいなと思っています。それにプラスして、私は管理栄養士なので、Bレジェンドプロテインを通してプロテインイコール筋肉増強剤というようなこう誤った偏ったイメージを払拭していくような活動もどんどんしていきたいなと思っています。